ダンスどんなのから練習したら踊れるようになるかな。どうなんだろう。私もさ、そんなダンスが得意なわけじゃないから、どうなんだろうね。なんかやっぱ何回も同じとこをやるとかじゃないかな。なんかメンバーからギャバントン2回見えてるよ。バッチめっちゃ見える。顔まで見えますそう、なんか私ダンス上手になりたいなってすごい思ってるから、今なんかこうダンス上手な子とかに教えてもらってる、ダンスの先生とかに。なんかそれこそ今回とか、まあ出張公演からやってる曲だとのダークネスって曲があるんですけど、これ結構ずっと最近はやらせてもらって、 SKE さんの曲なんですけど、結構ダンス曲なんですよ。すごい難しくって、もうどんな動き していいのか分かんなくて、でなんかこうやっぱ鏡見ないと自分がどんな風に踊ってるか分かんなくって、出張公演の時はもう連続であったりして、あんまりなかなか鏡を見て練習する機会がなかったんですよ。で実際鏡見て踊った時にめっちゃ下手くそって思っちゃって、自分で踊ってる時にめちゃめちゃ下手くそやんってなって、これだからね、私あのダークネスはいろんな部分に先生がいてそう、なんかちょっと聞いて、なんかねダークネスで、ね、こんな風があるんですよ。チャ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 ロン、ずっとどこまでもってとこがあるんですけど、ここはみちゅに教えてもらったの。みちゅ先生、ここはみちゅ先生、いかに、いやめっちゃみちゅかっこいいから、もうここなんてかっこいい子踊れるって言ってみちゅにここ教えてもらって、邪魔なのって言うと俺邪魔だもん、うん邪魔それで、っていうとこがあるんですよ。こんなところ、ここが我慢そう、ここがねめっちゃこうすごいなんか変だったんですよ。ここ、まあ、今もねあんま別にめっちゃできるわけじゃないんですけど、ここはみゆみゆ先生ここはみゆみゆ先生です。みゆみゆ先生に教えて、また ここどうやってかっこよく踊れるってここをねすごいめちゃめちゃで、ああよくなったよくなったって言われながら、ああ本当って、そうここはみゆみゆ先生に教えてもらいました。でサビのてて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 、ぬくもりさえも、ここは普通にダンスの先生にめちゃめちゃ特訓してもらったここできんくて、この足パタパタがチュ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 ってとこが、ここはもうみゆみゆ先生、あみゆみゆ、ここはダンスの先生だったのに。そうだからこの曲はみちゅ先生とみゆみゆ先生とダンスの先生の3人に教えてもらってますこれは普通にダンスの先生に教えてもらった。